カープファン、僕はカープファン、特別なカープファンではないですけど、広島市民球場にはまあ何度か行きましたけど、うちの地元はすごいカープファンが多いですね。やっぱりカープファンの人が多くて、よく広島市民球場に行くみたいな。いつも言いますけど、梅原くんって医者になってますから、梅原くんがカープファンで何回か行きましたけど、野田くんとも行きましたけど、広島カープ津田投手っていうのが昔言いましたけどね、津田投手は亡くなったという、鉄人衣笠さっちを、やっぱ帽子かぶってましたね、小さい頃は。うちの父親はそんなに野球の熱狂的なファンじゃないですから、ほとんど実はあんまり野球見てないんですよね。といっても名前が鉄次ですから、川上哲治さんを思い出すというね。母親が熊本大学出身ですから、一応熊本大学卒業ですから、熊本のヒーローといえばな川上哲治という、上川隆也さん見て思い出しますよね。上川隆也さん、東京ドームに川上哲治さんの名前が刻まれてますけどね、長嶋茂雄さん、ソフトバンク名誉会長も長嶋さんと一緒に、金本様もとか、あと沢村投手が、もう今はね、沢村さんを思い出しますけど、はい、5人ぐらい永久欠番で乗ってます。永久欠番で、あそこにやっぱ、まあ、巨人じゃないですけど、イチロー選手とかイチローさんとか入るとしたらイチローさんとか入ってほしいですけどね、まあ、巨人じゃないと入れないですか。55番の松井さんも入ってもいいかもしれません。松井さんどうなるんでしょうかね、この先。僕は監督になるかと思ってたら、残念ながらなりませんでしたけど、松井秀喜思い出しますね。ヤンキース松井さんの思い出、まあ、そんなにあれじゃない、野球のあれじゃないですけど、まあ、ソフトバンクでやってるんで、まあ、ヤフードームなんで、ヤフーですけどね。この道を選んで歩いてるわけじゃないですか、ただ近いだけですよ、なんですけど、you want to make sure that your and your satellite is really confined in the magnetic field and that it's actually